おはようございます。おはようございます。おはようございます。6月10、14、15。モークさん、おはようございます。三年さん、おはようございます。それから、心の大戦さん、まゆちゃん、おはようございます。今日は、ゆうさん、おはようございます。今日はあの雨なんですね。彦さん、おはようございます。雨ですが、雨の日でもですね、この場所は屋根があるので、ここに来ましたけども、帰って、逆にですね、雨があるためにちょっとですね、緑が少しこうちょっと違った感じで、見ることができます。はるきさん、おはようございます。眠犬さん、おはようございます。今日は土曜日で、夜の放送ありませんが、明日の朝10時半から礼拝があります。皆さん一緒にイエス様を礼拝しましょう。イエス様を礼拝するとですね、聖霊様が与えられて祝福されます。偶像崇拝すると呪いが来ます。偶像崇拝すると呪いが来て、イエス様を礼拝すると祝福が来ます。そのことをぜひ皆さん理解してください。リエさん、納豆さん、新海さん、おはようございます。この皆さんがその大事なポイントを理解してくださると、見えてくるんですね。妄想から脱却できます。多くの人はいろんな妄想の中で生きています。皆さんが真理を知って、そっか、偶像崇拝したら、悪霊が入って、偶像崇拝をすると呪われるんだ、偶像崇拝すると妄想が入ってくるんだ、ね、そうです。偶像崇拝によって妄想が入るんですね。偶像崇拝によって妄想が入ります。悪霊が入ると言ってもいいでしょう。つまり、妄想イコール悪霊、妄想イコール悪霊と言えるでしょう。ケンさん、おはようございます。アイポンさん、おはようございます。皆さんが分かりやすい説明をしましょう。皆さん、北朝鮮の金正恩は妄想の中で生きていると思いませんか。中国のですね、習近平さんは妄想の中で生きていると思いませんか。イランのハメニーさんはですね、妄想の中で生きていると思いませんか。ニーさん、わかりますよね。ニーカイさん、いやいや、逆です、ニーカイさん。彼らが妄想の中に生きているということを、知りましょう。日曜礼拝は、旧牧師の温かい伝道に心洗われる思いで拝見してます。ありがとうございます。皆さん、そういうわけで、皆さんが理解できる範囲では、共産主義者やイスラム教は妄想の中にいると思いませんか。共産主義はですね、共産主義が世界を良くすると考えてるんですよ。しかし共産主義は独裁になってるじゃないですか。その共産主義は妄想だということは、もう今は誰の目でも明らかでしょう。イスラム教の人たちはですね、イスラム教社会が世の中を良くすると言っています。しかし、IS の出来事で、ハマスや、ヒズボラや様々な過激派はイスラム教出身なんですね。その世界のテロ、世界のテロの大半はイスラム教です。イスラム教が世界を良くする、それは妄想だということは、私たちから見るとよくわかりますが、イスラム教の人たちはですね、
まだその妄想の中にいるのです。翻ってじゃあ無神論はどうかというと、まあ、無神論もですね結局妄想の中にいるんですね。無神論3年さん、キュウちゃんの多元放送、アチョウさんが拡散してくれました。ありがとうございます。アチョウさんにお礼言っといてください。ハナさん、おはようございます。はい、リュウビさん、おはようございます。今日は、雨の林を映しています。いいですか、皆さん。無神論だとですね、快楽主義、虚無主義、拝金主義、無神論だとですね、どうしてもいいですか、快楽主義、拝金主義、虚無主義、ね、そういう妄想に陥るんです。じゃあ皆さん、ちょっと正直に答えてください。皆さんは、多分イスラム教や共産主義者じゃありませんから、皆さんは快楽主義か、ね、快楽主義か、虚無主義か、拝金主義か、もう一つですね、不可知論というのがあります。無神論と不可知論というのがありましてね、無神論は神がいないという考え方。だから不可知論はですね、神がいるかわからない。神がいるかわからないという考え方。これが不可知論と言います。皆さん、もちろんそれも妄想ですよ。無神論も妄想だし。不可知論も妄想ですが、じゃあ皆さんは、どういう考え方をしているか、ね、皆さんは、無神論なのか、不可知論なのか、快楽主義なのか、虚無主義なのか、それとも、拝金主義なのか、ね、はい、皆さん正直に自分の妄想を申し訳ないです。皆さんの考え方を打ってください。スタート。皆さんの考え方を正直に答えてください。はい。ガッデムさん、おはようございます。はい。ヒットさん、快楽主義。正直に答えましたね。はい。ユビさんは何ですか？ユビさん。ガロードさんはパチンコ主義です。ガロードさんはパチンコ主義ですが、パチンコ主義は結局拝金主義ということですね。性欲主義、まあ性欲主義は快楽主義かな。性欲主義は快楽主義です。はい、皆さん正直に打ってください。ヤギさん、それも快楽主義ですね。それも快楽主義ですよ。はい、正直に、皆さんは、コダさんは何主義ですか？コダさん。ヤシリさん、おはようございます。なかなか、皆さん、なかなか、言えないかな。皆さんの考え方。サタン主義、ああそれ最悪ですね。サタン主義最悪ですよ。ユリさん、現実逃避主義。まあ現実逃避主義はですね、結局それは虚無主義かな。虚無主義になるかな。マルコさん、うっかり不可知論になりそうで怖いです。うっかりしなければいいだけですが。あ、ユウさん、ピンポン。イエス様主義、素晴らしい。モーカさんもイエス様主義。電波が悪い？ごめんなさい。
ちょっと電波が悪いということで、しかしここから出る、ここからちょっと出れなくてですね、申し訳ありません。電波が悪くてもちょっと出ることが できません。向こう行きましょうか。ちょっとね、こっちの方がいいかも。どうでしょうかね、変わんないかな。ジャンクさん、イエス様主義素晴らしい。サタンさん、学校でいじめられ、社会でいじめられ、引きこもって、友達は一人もいなく、生きる希望も気力もない、まあ、それは虚無主義かな。虚無主義です。ですからサタンさん、サタンさんにはイエス様が必要です、ね、サタンさんにはイエス様が必要です、虚無主義、生きる意味がないとか、生きる力がないとか、それは虚無主義になってなる、虚無主義ということでしょう。ニート主義、ニート主義もニート万歳ですけど、ニート万歳ですけど、ニート主義は虚無主義ですね。ニート主義は虚無主義。ユービさん、もう20年近く現実から目をそらし続けてる、それは虚無主義ですね。虚無主義。はい、ありがとうございました。ネットでは虚無主義の人、快楽主義の人が多いかな。虚無主義、快楽主義の人が多いでしょう。はい、それではですね、夜更かし主義夜更かし主義はですね、何主義かな。夜更かし、やっぱり虚無主義かな。夜更かし主義は虚無主義だと思います。はい、ニートなら聖書の勉強いっぱいできますね。そうなんです。ニートであることがですね、かえって逆にですね、真理に、真理に近づくことができます。勝地さん、それからアンリビさん、おはようございます。皆さん、例えばですね、キューちゃん主義はダメですよ。キューちゃん主義はダメです。やっぱりイエス様主義になりましょうね。例えばですね、自殺を考えてる人はたくさんいますですよね。まあ、自殺を考えてる人は結局虚無主義ですね。虚無主義、つまり人生は虚しい、人生は生きるに値しない。結局自殺はですね、まあ、虚無主義に陥っていると思います。虚無主義、快楽主義、拝金主義、共産主義、イスラム教主義、全部妄想です。妄想です。妄想というのはですね、皆さん、サタンが与えた悪霊です。偶像崇拝によって、偶像崇拝によって悪霊が入って、その悪霊は妄想なんです。だから皆さん、そのことにまず気づくことです。自分の考え方は、自分の考え方は妄想であり、それはサタンの嘘だ、ね、サタンの嘘だということに気づくことが必要です。皆さん、世の中には 100% 嘘で真理がないと思いますか。世の中は全部妄想で真理がないと考えるでしょうか。いいえ、いいえ、私たちは嘘があるということは、皆さんいいですか。嘘があるということは真理があるということだと思いませんか。真理がなかったら嘘もないということですね。リュウキさん、自分が生まれなかったことを、生まれたことをなかったことにしたい。リュウキさん、その気持ちはわかります。その気持ちはわかりますけど、それは虚無主義で、それはサタンが与えた、サタンが与えた悪霊なんです。ですからユービさん、ぜひですね、その妄想から脱却する必要があります。自分の力ではできません。自分の力ではできませんが、いいですか皆さん、妄想というのはですね、一種の罠ですね。罠というのはですね、こうなんていうか、鎖みたいなものね。鎖、多くの人は妄想という鎖に縛られて、
そのもがいてももがいても、ね、その妄想から脱却できない、妄想の奴隷、まあ、罪の奴隷っていう言葉がありますけど、まあ、同じようなことなんですが、皆さん妄想の奴隷なんです。妄想の奴隷、例えば皆さんが悪夢を見るとするでしょ、皆さん悪夢を見てる人手を挙げてください。悪夢で苦しんでる人、悪夢で苦しんでる人手を挙げてください。悪夢で苦しんでる人、ガロドさん悪夢で苦しんでいる。つまりですね、悪夢を見たくない、ね、悪夢を見たくないけど見てしまう、まあ、一つの、まあ、束縛ですよね。悪夢の束縛です。でその悪夢もですね、それは妄想ですね。妄想であり悪霊なんです。ジャンクさん最近良い夢ばかり、素晴らしい、それは素晴らしい。コウシさん、いい夢ばっかり見る、素晴らしい。ユービさん、悪夢よく見る。悪夢を見たくなくても見てしまう、これは罠なんですね。罠、束縛なんです。ですからそういうですね、罠から脱却する必要があります。共産主義だって皆さん考えてください。キム・ジョンがですね、キム・ジョンが、まあ、共産主義の束縛で彼が出れないっていうことは分かりますよね。習近平さんがね、習近平さんが、共産党の妄想から脱却できてないっていうこと分かりますでしょう。これだけですね、ネットでいろんな考え方を見ることができるにもかかわらず、習近平さんは、共産党という妄想から脱却できてない。あ、花さんは悪夢見るんですか、花さん。そうですか、花さん、そのうち悪夢見なくなくなりますから、ぜひさらにですね、解放されましょう。そういうわけで皆さん理解してください。世の中は妄想だらけですけど、ね、妄想は偽りです。で、偽りがあるということは真理があるということです。真理があるから偽りがあるわけです。では皆さん、その真理は何なのか、それが、私が伝道していることです。私は真理を確信し、真理を悟って皆さんに伝えているのです。皆さんが真理が、妄想から脱却するためには、真理が必要だということです。真理を知らなければ、真理を知って初めて妄想から脱却できるんです。そして皆さんは、もし皆さんが真理を確信していないなら、多くの人はですね、真理は何かわからないんです。あ、キュちゃん、これが真理ですよという人もいるかもしれません。だけど、多くの人はですね、いや、これが真理だということを言うことができません。真理をですね、知らない人が、真理があるかどうかもわからない。まあ、不可知論とちょっと似てますね。神がいるかどうかわからないと同じように、真理があるかどうかわからない。でも、私は皆さんにはっきりと言います。真理は、私はイエス・キリストは真理だと信じます。イエス・キリストが真理だと確信します。この方が真理のお方です。そしてその、証拠がたくさんあります。それはいろんな妄想から脱却できたからです。私も、クリスチャンになる前は快楽主義、虚無主義、拝金主義でした、ね。私も、今から40年前ですけど、今から40年前、私は拝金主義、快楽主義、虚無主義だったんですね。3つも持ってました、まあ、共産主義は持ってませんでしたけど、そういう快楽主義、拝金主義でした。
でも私はイエス様を信じてから、イエス様を信じてからその妄想がなくなったんです。拝金主義という妄想、そして興味主義という妄想、快楽主義という妄想がなくなったんです。なぜなくなったんですか？真理を知ったからですね。真理を知ったから、もうお酒もいらない、タバコもいらない、ね、もう、欲で生きるのは嫌だ。そして私悪もなくなったんです。それまではですね、学校のテストテストテスト、学校の落第したことないんですけど、落第というような悪夢を見てましたけど、もうそういう悪夢も見なくなったんです、ね、悪夢という妄想からも脱却できました。そして、敵意とか悪意、死を憎んでいましたけど、その、憎しみという妄想もなくなったんです、ね、怒りという妄想もなくなったんです、ね、その虚しさという、これもですね、これは大きい妄想ですよ。皆さん、多くの人はね、虚しく生きてますから、まあ虚無主義ですね。その虚しさは辛いですよ、ね、生きる意味がわからない、生きるのが辛い、何のために生きるんだ、これは虚無主義だと思いますが、これは結構辛い。皆さんわかりますよね。劉備さんわかりますよね。生きることが辛い、それも妄想なんですよ、妄想。でも私もその虚無主義で苦しんでました。苦しんでましたけど、今は全然そう思いません。今は生きることは素晴らしい、生きることはすごい可能性がある。それまでですね、可能性もなかったし、希望もなかったし、生きる動機を持ってなかったんです。生きる動機がなかったんです。今生きる動機があるんです。生きる動機があるんです。全知全能の方、愛に満ちたお方、そのお方が動機なんです。そのお方を知ってるがゆえに、私は生きる動機を持っているんです。もう虚しくないんです。人生に意味があるんです。生きることに意味があるんです。日々に意味があるんです。それは虚無主義ではないのです。虚無主義という妄想から脱却できたんです。皆さんもできるんですよ。皆さんもそういう様々な拝金主義、快楽主義、虚無主義から脱却できるんです。脱却できます。脱却したければできるんです。劉備さん、首吊りもですね、首吊りも妄想なんです、ね、妄想です。死んだら楽になるんじゃないか、死んだら楽になるんじゃないかという妄想です。でもそれは、ね、妄想です、死んでですね、楽にならないんです。死んで楽になるどころか、死んでですね、もっと苦しくなるんですね、騙されて、サタンに騙されて、その自殺の妄想を受け取っているんです。ジャンクさん、確かに快楽主義は妄想ですね。有村、霞さんは、桜井日奈子さん、橋本美希奈さん、この世は誘惑だらけだ、早く天の御国に召されたい。そうです、もう日本は特にですね、もう快楽主義、日本は快楽主義、拝金主義。あ、ショーランさんね、ショーランさん、おはようございます。なんで死んだことがあるならわかるけど、あ、死んで楽にならないということですか。聖書に書いてあるんですね、聖書にですね、死んだら、天国か地獄に行くって書いてあります。罪があるなら地獄行くということです。つまり自殺したら地獄行くということですね。チョンボさん、信仰結婚なら OK なんですね。信仰結婚ならば、それは信仰結婚は快楽じゃないんですね。信仰結婚は、信仰なんですね。仏教でも妄想から脱却できません、ね、仏教で、ね、仏教でその、妄想から脱却できるという妄想ですね、
仏教で、妄想から脱却できるという妄想です。あ、リュビさんありがとうございます、ね。まあ、レインコート着てますから濡れませんし、まあ、寒くないですね。まあ、確かに今日はちょっと寒いですよ、雨でね。でも今、信仰で燃えています。信仰で燃えています。それでは明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、こういう妄想から脱却できた証。イエス様を信じて、こういう妄想から脱却できた証。スタートスタート。私も金沢で牧師をしている。ああ、素晴らしい、金沢の牧師の方が来てくれています。ありがとうございます。妄想の中で生きているなら現実はどこですか？現実はイエス様ですね。イエス様が現実です。モーカさん、イエス様だけが真理です。イエス様だけが真理です。もし、ね、イエス様が妄想なら、私は、まだお酒やタバコをやめないかったでしょう。イエス様が妄想なら、私は背景主義、虚無主義、快楽主義から私は脱却できなかったと思います。イエス様が真理だからこそ、イエス様が真理だからこそ、私はそのような妄想から脱却できたんです。ヤギさん、アメン、アメン。ツバメさん、イエス様が現実ならば、私は妄想で動いているのかな。その通りですよ、つまみさん。妄想から脱却しましょう。リュウビさん、イエス様が、妄想だったら、リュウビさんは虚無主義で苦しんでいるけど、私はなぜこんなに喜んでるんですか？イエス様は妄想じゃないからこそ、妄想じゃないからこそ喜んでいるんですよ。それも一時的ではありません。40年ですね。40年喜んでるんですよ。40年喜んで妄想と言えるでしょうか。ユウさん、恋愛の妄想から脱却できました。恋愛も妄想です。本当ですよ、恋愛も妄想です。ユウさん、イエス様だけです。イエス様だけです。私はイエス様を信じてなかったのに、お酒とタバコをやめれました。それは素晴らしい。人間の力、自分の意志の力でやめることもできるでしょう。しかし、その何でしょうかね、快楽主義からはまだ抜けてないかもしれませんよ。リュビさん、40年喜んでるってすごいな。ツバメさん、恋愛は妄想と自己満な気がします。そうです、恋愛は妄想と自己満と、それから、自己愛ですね。自己愛です。係長さん、おはようございます。ヤギさん、もし神様がいるとしたらいつ会えるの？再臨の時会いますよ。もうすぐイエス様が来られます。イエス様が来たら会えます、ね、イエス様が再臨されたら会えますよ。ニコ生とフワッチ以外どこで配信していますか？朝はですね、ツイキャスと、それから、LINE ライブと、あとショールームでやってますね。ショールーム。夜は YouTube やります。リュウビさん、私が生まれる前から喜んでる。そうですよ。リュウビさんが生まれる前から、喜んでますよ。見ずに信じる者は幸いです。イエス様を見ないで信じている私たち兄弟姉妹は幸せだ。その通りです。ルルさん、おはようございます。
配信付け。ですね、多くの配信者はですね、まあ、配信、まあ、ある意味で妄想の配信、妄想配信してると思います。しかし、私の、まあ、配信付けは、真理を語る配信です。真理を語る配信ですから、それは配信付けとは、ではなくて、配信付けではなくて、なんて言ったらいいんでしょうかね。妄想脱却、妄想脱却放送ですね。妄想脱却放送です。節子さん、イエス様が来られることを楽しみに待っています。そうです。私たちはこの妄想の世界から、妄想の世界にイエス様が来てほしい。光である方、命である方、真理である方がこの世界に来てほしい。私たちはイエス様を待ち望みます。皆さん、真理の方が来たら、世界の妄想が消えるんです。光である方が来たらば、闇が消えるんです。命の方が来たら、世界は命になるんです。皆さん、真理を知っている。真理を知っていると希望があるんです。もし真理を知らなければ希望はありません。皆さん、快楽主義に希望はありません。興味主義に希望はありません。それから、背筋主義に希望はないのです。背筋主義に希望はありません。ハンナさん、これからもたくさんのサイトで伝道してください。ありがとうございます。まあ、これ以上増やせないと思います。まあ、せいぜい5個ですね。6個はちょっとうまくいかないです。せいぜい5個。5個ですね。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ、人間はアダムとエヴァの子孫です。そして人間はですね、いろんな間違った、嘘、妄想で生きています。親から引き継いだ妄想、この世から、影響を受けた妄想、様々な、妄想があります。様々な妄想。私たちはその妄想の中で、生きていました。しかし私たちは闇から光に移されたんです。イエス様によって、イエス様の十字架によって、私たちは闇から光の中に入ることが許されました。妄想から真理の中に入ることができたんです。ですから私たちは今光の中にいます。もう闇の中にいません。ショールームは受けます。そうですか。ショールーム受けますか。ショールームの方はコメントありますよ。なんていう方、これはちょっと字がちっちゃくて読めない。小月さんかな。はい、ごめんなさい、字がちっちゃくて読めません。皆さん、妄想から脱却しましょう。妄想から脱却しましょう。それはイエス様が救い主です。イエス様は、妄想から救ってくれる救い主、イエス様だけが救い主、です。皆さん、妄想から脱却したいと思ってください。妄想から脱却したい。あ、これスノベーできますね。ちょっとスノベーの用意をしましょう。ここはですね、住宅が少ないので、思いっきり、スノベできますね。今日の放送を見て、ああ、妄想から脱却したい。妄想から脱却したい人、ね、アメンと言ってください。妄想から脱却したい人、
妄想から脱却したい人。ジャンクさん、快楽主義から解放してください。快楽主義から脱却してください。外だとですね、ちょっと思いっきり吹ける感じがして音が出やすいですね。あの部屋の中だとちょっとね、あの、なんかちょっと思いっきり吹けない、思いっきり吹けないので、ちょっとですね、あの、なんですかね、音が出にくいですね。はい、それではですね、祈りましょう。天の父様、感謝します。私たちは以前は妄想の中にいました。しかしイエス様によって、妄想が取られ、悪霊が追い出され、真理のうちを歩むことができるようになりました。イエス様の言葉は真理です。御言葉は真理です。どうぞ私たちがこれから、妄想にまた引き込まれないように、真理のうちを歩めるように、真理のうちを歩めるように助けてください。アーメンと言った方々が、妄想から出たいと思っています。妄想から出たいと思っています。どうぞ彼らを妄想から救ってください。彼らを妄想から救ってください。感謝します。世界中の人が妄想の中で苦しんでいます。世界中の人が妄想の中で苦しんでいます。彼らを救ってください。彼らを救ってください。あなたは彼らを憐れんでいます。あなたは、この世を憐れんでいます。どうぞ、心ある人を救ってください。イエス様、お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。イエス様、解放してよ。イエス様、解放してよ。それじゃあですね、今晩ごめんなさい、今晩は休みです。明日の朝10時半に一緒に思い切って妄想ではなく真理の方を、命の方を一緒に礼拝しましょう。それじゃあ、良い一日を、良い一日を、シャローム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 。